全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、大外から押して18番タスマニアンネリ、14番エンゼルプレユード譲りません、3番アルポイリス先頭に入れ替わります、15番ネロリ後位につけています。各馬1コーナーを目指します。内から13番ミカエル・スペンサー、そのうち8番インパストミュー、3馬身相手10番いきなり天敗、内側2番セントアーロン、16番ニャンコスター真ん中あたりにつけています。少し差が開いて7番初音ラブリー、これを見るように内側4番ビリーエリック、これから向こう上面に入ります。外から6番ノロロバイデン、17番サクリルドルフ、内押さえて11番シローエレガント、 1000m の通過タイムは1分0秒5、内押さえて5番スイートサスペンス、外を押さえて9番初音レインボー、後ろに12番ロロロフランケル、最後方は1番初音ももちゃん、先頭から最後方まで10馬身以上、先頭代わってエンゼルプレユード、3番アルコイリス並走、15番ネロリン後位をキープ、それから18番タスマニアンデリル、内側8番インパストミュー、各馬大欅の向こうを通過、外を抑えて13番ミカエル・スペンサー、3馬身相手10番いきなり天敗、内側2番セントアーロン、長い府中の直線 500m に入ります。さあ直線コースに向いた、3頭の競り合いとなった。400を切って先頭エンゼル・プレユード、その後ネロリン、エンゼル・プレユード粘っている、アルコイリス追い上げてきた、先頭はエンゼル・プレユード、残り200を切りました、逃げる逃げるエンゼル・プレユード、アルコイリス追ってくるが厳しい展開、エンゼル・プレユード、インパストミュー、2頭が並んで合流、インパストミュー、わずかに制したか、判定をお待ちください。